んにちは。台湾観光親善大使目指すマンです。国境開放について新しい情報があったのでサクッと見ていきます。お願いします。将来的には感染状況が台湾と同程度の国ならば自由に移動できるようにする方針とのことです。観光のことを含んでいるのか少々怪しいのですが、この発言は国境が開放される可能性への回答であり、自由に移動というキーワードから私は観光も含んでいると解釈しました。早ければ7月にはそういう国が出てくるかもという予想をしているようですね。なるほど。ちなみに今の日本と台湾の状況はどういう感じなんですか？簡単に比較してみましょう。現状ではどういった指標を使うのか不明ですが、ここでは新規陽性者の7日間平均で見てみます。まずは日本ですが、直近7日間平均は約4万5000人です。一方台湾の7日間平均は約1180人。日本の人口は台湾の人口の約6倍なので、日本の人数を6で割ると台湾と同じ人口だった場合の数になります。現状かなりのギャップがあることがわかると思います。なかなか厳しいですね。現状はそうなんですが、台湾はこれからさらに増えていくだろうという見込みのようです。日本は今はどっちの方向なのかわからないですが、数ヶ月後というスパンで見れば減少傾向でしょうか。きっと差が埋まる方向に動いていくのだと思いますので、7月時点でどうなっているかですね。夏休みに台湾に行きたいワンといったところで、この動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。